M3 走行車とは、第二次世界大戦中に、アメリカ軍によって使用された、石膏用走行車である。この車両はまた、製造者の名前である、ホワイトモーター車にちなんで、ホワイトスカウトカーとしても知られる。本社は警備、偵察、指揮、連絡、救急、封健員などを含む、様々な任務に投入された。設計は、 クリーブランドに拠点を持つホワイトモーター車によって1937年に始められた。これは 6.4mm 厚の表面降下された装甲を持った四輪駆動で、機構的には、サイドバルブガソリンエンジン、全身四足、後進一足のノンシンクロコンスタントメッシュ、方式変速機と二足のトランスファー、リーフリジットサスペンション、 ノンアシストのステアリングなど平凡かつ堅実なものであったが、この時代の自動車としては珍しい真空倍力装置付きブレーキを備えていた。ホイールベースは 3300mm、トレッドは 1657mm、車輪は幅 220mm、計 510mm である。通常、12プライの軍用タイヤを装備した。燃料容量は110リットルである。 原型車両は64両が発注され、全車が第7機兵旅団へ配備された。最終的にアメリカ陸軍では改良系を採用することに決定し、これを M3A1 と呼称した。この新型は車体を延長し、拡幅していた。車体前面のバンパーには調合用のローラーが取り付けられた。M3A1 は最大7名の不票を乗せられ、 火力支援として3丁の機関銃を装備した。12.7mm 後径機関銃、および2丁の 7.62mm 後径機関銃である。これらの兵器は、車体の周囲に巡らされたレール上を活動できた。M3A1 の生産は1940年に始まり、1944年に終了したが、この間に2918両が生産された。 本社の設計は M3 ハーフトラックのような後のアメリカ軍半送機式車両、また戦後のソビエト連邦軍の BTR-40 の設計に影響を与えている。初期の M2 ハーフトラックはレール活動式の機関銃化と装甲配置を模倣した。第一次中東戦争時、イスラエルで使用された改造型。イスラエル仕様の後部。本社は ラトルン戦車博物館に展示されている。移動方法が馬から自動車に変わっても、騎兵の任務は伝統的に偵察と作的で、本社は主にアメリカ陸軍の騎兵隊部隊が装備した。また、高性能無線機を搭載して、走行式車としても使用された。M3A1 の最初の戦闘は1941年から1942年のフィリピン戦であり、 その後来たアフリカ戦線とシチリア侵攻にも投入された。1943年の中期、本社は設計に起因する防御力の脆弱さ、法を持たないが、ゆえの火力の不足、貧弱な路外走行能力などから、前線から引き上げられ、大多数のアメリカ陸軍の部隊は M3A1 から M8 グレーハウンド走行車、または M20 走行車。 あるいは M3 ハーフトラックへ装備改変した。しかしながら、少数の M3A1 が部隊に保持され、ノルマンディ上陸作戦にも投入された。また、太平洋戦線においては、アメリカ海兵隊でも使用された。ただし戦闘には全く投入されていない。M3A1 はまた、レンドリースポーによって、ソ連赤軍に供給されたほか、イギリス、自由フランス軍、ベルギー、 セコスロバキア、ポーランド軍の部隊に供給された。戦後、多数の車両がアジアやラテンアメリカ諸国へ払い下げられた。ソ連赤軍では、本社は通常、偵察車両として用いられたが、それを支援する偵察砲兵部隊のジスマイナス 376mm や方権員者としても、用いられたほか、戦争を通じて、広範な任務に充てられた。 イギリス軍と自由フランス軍において M3A1 は砲兵観測者として使用されたほか救急車、捜索任務に用いられた。戦後 M3A1 は1948年の第一次中東戦争でイスラエル国防軍に用いられた。いくつかの M3A1 は戦闘室を完全走行化し、旋回式の銃刀を設け、 ドイツ製の MG34 機関銃を銃刀と助手席に装備しサンドイッチ走行車と呼ばれる属性の改造装甲戦闘車両として用いられた。フランスでは M3A1 を第一次インドシナ戦争及びアルジェリア戦争に投入した。1990年代後半唯一軍務に本社を投入していたのはドミニカ共和国であった。パットン将軍の登場者。 救急車に改造された車両 T5E1 迫撃砲搭載型極小数が試作された M3 原型車両64両生産 M3A1 車体を大型に拡張 m 3、A、1 e 1ディーゼルエンジンを装備100両生産 m 3、A、1 e 2に走行化された天井を装備 m 3、A、1 e 3 t 6 M25 に装備された 37mmM3 対戦車砲を搭載。量産に至らず、M3A1 コマンドカー増強された装甲を持つ、12.7mm ブローニング M20 機関銃を装備。ありがとうございます。